気にしなくていいっすよ。今日から同じ下僕仲間なんすから。それにしても見事な回復力だな。この温泉のおかげだな。怪我の治療は当時に限る。このシャンプルとやらの使い心地もすこぶる快適だ。ぬぬぬ、使われてる方はすこぶる不満そうだが。そりゃシュシュ様のためにシャンプルになったのに、おっさんに使われたら。白金さん、元気になったみたい。よかったですね。いろいろお話ししたいことあるのではないですか。それはあるけど、まだ恥ずかしいっていうか、そう。ああ、じれったいですね。えへへ、月かうわ、急に抱きつかないでください。いいじゃない、私、月花が一緒に来てくれて嬉しいんだから。だってお二人がどうかしたんですか。なんでもない。とにかく私たちは仲間、同盟よ。抜け駆けしたら許さないからね。ところでシュシュ、大事なことを忘れてないですか。忘れてる？何を？勇者も魔王もいますけど、まだ月花を下僕にしてないじゃないですか。そう、そういえば下僕ですか。シュシュさん、でも今さら下僕ってのも変な気がするのよね。甘いですよ。それじゃちゃんと世界を征服したことにならないです。それもそっかね。萌えですか。そうなの。じゃあ分かった時でいい。はい、これからも。月花さんの萌えポイントってあれですかね。うわっ、この水が香り。すまねえ、ちっとばかし長いよ。いくらお姉様でも下僕にできるんでしょうか。これは難題かもしれないです。大悪魔アルティスちゃんの世界征服日記か、日記なのに第2回っていう。まあまだかっこ仮。皆さんこんにちは、アルティスちゃんです。今回も無事月曜会を出てきましたよ。謎の敵がちゃんと見たわけじゃないですけど、どうやらシュシュと同じ、なんでその能力を持ってるのかとか気になることも。そう、向こうのシャンプルの顔つきですよ。もうね、100人の人にどっちが悪者って聞いたら100人が向こうって答えるくらいあからさまな悪人顔なんですから。まあ真の悪さは顔で決まるわけじゃないです。うん、そうです。可愛い顔であくどいことをする方がギャップがあっていいかもしれま、なんか全然関係ない。まああっさり世界征服もいいですけど、と強引に締めつつ、今日はこの辺にしておく。ではではまた次回。お父様、下僕を持ってきました。ブレレレ。おお、すまないね。お前にはいつも苦労をかけて。それは言わない約束。そうだったね。おや、いつもより数が少ない。ごめんなさい、邪魔をされたり失敗したりで。ああ、そんな顔をしないでおくれ。お前が私のために頑張ってくれているのはよくわかっているから。それじゃあいただこうかね。ああ、どれも息が良さそうだ。ブレブレレ。ああ、おいしい、とてもおいしいよ。ところで、お前の邪魔をしたのは
例の子かい？はい、絶対神のシュシュと言っていました。おう、絶対神のシュシュ、知ってるんですか？いや、初めて聞く名前だよ。しかし、お前の邪魔をするというのであれば、何か考えなくてはいけないね。第4話、圧倒的アイドル。この世は目立ったものの勝ち。シュシュ様、歌謡界が見えてきましたよ。どれどれ？あの赤いのね。遠くで見てた時から一番綺麗だと思ってたんだ。そうですか？黄色の日曜会の方が綺麗だと思うんですけど。まあこの嬢ちゃんは派手好きみたいだからな。これももうすぐ私のものになるのね。はあ、楽しみ。油断するなよ。これだけ近づけばきっとまた船が出てくる。今のところ敵は見当たらないっすね。こちらに気づいてないんでしょうか？もしくは相手にされてないかですね。お、そうだとしたらなんかムカつくわね。まあいいわ、向こうが油断してるんだったらその間にちゃっちゃと。ちょっとリュウト、ちゃんと操縦しなさいよ。違うっす、何かに引っかかったっすよ。あら、なんでしょう、赤い膜のようなものが見えますけど。ふん、こいつは結界だな。結界？若者風に言えばバリアだな。きっとそいつで世界の周りを覆っとるんだろう。なんとか突破できないんですか？無理っすよ、これ以上無茶したら船が壊れるっす。もうだらしないわね。どこに行くんだ？その結界ってやつ下僕にしてくるわ。結界って下僕にできるものなんですか？まあ普通はできんだろうが。どう？消えた？バッチリっす。さすがシュシュ様。できたみたいですね。なんでもありだな、あの嬢ちゃんは。